どうも、アキです。パワープルアプリやっていきます。はい、やはりココホレガンダイベント第2回目ね、排出停止になったキャラクターたちが報酬になってましたね。はい、古永、ムシカ、有村、大金持ち太郎、浜崎ということで、まあ正直ね、SR の枚数結構持ってるよっていう方にとっては渋めのイベントになっていると思うんですが、逆に最近始められた方でほとんど SR の枚数を持ってないっていう方は、まあガチャに回す分の石をこっちに回せば、まあ SR の枚数的には結構手に入るのかなと思います。まあ古永浜崎あたりは使っててそんなに悪くはないと思うので、はい、うん、SR をとにかく手に入れたいっていう方はここで 2、30個石ね使うのも悪くないかなと思います。まあ僕は有村45ちょっとだけやろうかな、はい、っていう感じです。で、今回やっていくのはこちらですね、パワープロ2016発売&ゴールデンウィークキャンペーン第2弾のガチャをなんと100連やっていきたいと思います。はい、まあ一つにね、新キャラの、こちら、トゥットゥットゥット、はい、熱森宗敦さん、まあパワープロ2016ユーザーとして手に入れたいっていうのもあるんですが、まあ正直一番はですね、これ今までこんなについてくることあったかな、10連ガチャで招き猫5個おまけなんですよ。で、昨日も生放送でずっとメダル集めを頑張っていたんですが、ついに私招き猫が切れまして、まあなるべくね、サクセス動画やはり招き猫持っていった方が面白い動画になるっていうのは間違いないと思いますので、まあそこでね、ちょっと補充しておかないと今後サクセスの動画が撮れそうにないので、今回ね100連いきたいと思います。まあ新島ちゃんも一条も持ってますし、上限解放っていう点でもね、そうだ、今日のサクセス動画から日野くん使ってるんですよ。日野くんを今後かなり使っていくと思うんで、まあ僕にとってはそういう意味ではね、いいんじゃないかなと思います。とりわけ SR 出現率アップとかではないんですが、まあ招き猫50個と結構僕が最近使うキャラクターが対象になっているので悪くないかなと思います。では100連やっていきましょう。はい、もうこれはね本当に招き猫50個おいきなり来た。招き猫50個絶対手に入れたい。さあ来い。とりあえず50個あればね、なんとか1、2ヶ月は取れるかな。毎日メダルも稼ぐからね。さあ来い。うお、りょうちん、まさかのりょうちん。お、出た、あつ森さん。打たれ強さだけなんだ、なるほど。はい、でコントロールキャラで金徳がドクター K が、折り編ということですね。では行きましょう、20連目。なので、これ結構ピックアップが多いので、まあ、上限解放まで含めてね、動画にできればいいかなと思います。この動画だけで熱森さん45人とかならないから、絶対無理だわな。で、今回の対象となっているキャラクターたちが、今回のココホレガンダーのイベントの、あれですね、ボーナスキャラクターになっているっていう感じですね。SR 出現率アップじゃない時に100連やったらどれくらい SR 出るんだろう。2枚ぐらいかな、1枚か2枚ぐらいかな、確率的には。3枚出てくれたら大万歳っていう感じかな。一条どうやって上限解放していこう。 PR 全部混ぜてもいいけど、あと2なんすよね。一条は、一条日野がね、上限解放できると嬉しいな。今回はね、なのでメインは招き猫です。はい。よいしょ。お、いいね。いいね。あ、ビクター欲しいな、でも。ビクター欲しいな。積極守備取れるから。ビクター欲しい。最近、左キラーの代打も作ってるし。ナイス！さあ、厚森さん出て。おー！なんか北雪勢を引くのはなぜ？いっぱい。でもハッチもね、意外とね、最近言われてるのが、納金で使えるんじゃないかって結構言われてるんですよね。よし、OK。わぁ、一条どうやって上限解放しよう。悩ましいな。さあ。これ何連目だ ?60 連目か。60連目。お、日野来た。いやー、心が安泰で良いわ。招き猫を取りに行ってるっていうこの気持ちがあるから心が安泰してていい。よし、行こう。安泰？なんかよくわからないや。よし、やっていこう。70連目。
この北雪をいっぱい引く感じは一体何だったんだ。もう1枚出てほしいな。せめてピックアップされてるやつ1枚は引きたいよ。あれ、これ80連目か。まださっきちょうどこれ多分あれなんですよね、10連引き終えたら全部なくなるんで、これが80連目かな。さっきどっかから数え間違えてたかな。これ90連目か。よし、キラーン。お、清本も45になるんじゃないか、微妙に。お、東条いいね。一条これどうやって混ぜよう、本当に。ラスト、さあラスト SR 来い。お、グググからの赤背景が来ない、来ない。北雪をいっぱい引いたガチャであった。よし、ただ一条の PR がめっちゃ出たんで、これは一条45にできそうな気配があるぞ。はい、というわけでちょっと上限解放していきましょう。まあ、まず嬉しいのはね、本当に、ここの、招き猫5っていうやつ。5が、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。この50個が本当に嬉しいですね。では、ここからゆっくり上限解放していくんで、ちょっとね、ゆっくりとご覧いただければと思います。すみません、一回カットを入れてボックス整理を行ってから上限解放をやろうと思ったら録画開始ボタンを押し忘れていました。大失態。はい、というわけで結果だけお伝えさせていただきますと、一条がね結構 PRR 枚数出たんですが、運が悪くプラス1止まりでした。はい、まあゆっくりねプラス5を目指せばいいかなと思います。はい、で逆に運が良かったのが日野くんが運が良くてプラス2できてプラス3まで持ってこれました。で、先ほども言っていたんですが、今日の動画から結構サクセス動画でね、日野くん使っていくと思いますので、これはありがたいですね。はい。1番バッターをね、更新しようと今日のサクセス動画から頑張っていますと。はい。で、新島ちゃんもプラス1回できて、清本は0。で、そうですね、あと今回主要キャラクターで成功したところで言うと、ひじりちゃんがプラス1回成功できてプラス4になったのと、まあそれくらいかな。あとはひまわりとか成功しましたが、あんまり使わないキャラクターが成功したっていう感じでしたね。はい。まあ今回はそうですね、最初言っていた通りサクセス動画を撮るための招き猫5個が非常にありがたくて、50個補充するっていうのが一番のメインだったので、それができてよかったなと思います。今までおまけで5個付きって本当ありましたっけね。そこが本当に美味しいガチャになってるなと思います。はい。で、ここで終わろうかなと思ったんですが、まあ、さっきかなりさらっと流したので、ココーレガンダイイベント、今回、対象になっているキャラクターたちね、どういうとこが良くて、どういうとこが悪いのかだけさらっと見ていこうかなと思います。で、古長に関しては、結構上位の方でも使ってらっしゃる方を僕知っていて、で、その方、理由としては、まあ、伝説のさよなら男が確定っていうのが強いって、おっしゃってましたね。査定効率が非常にいいそうですと。はい、ただまあ、もちろんね、人気投票下位5キャラクターになるぐらいなんで、デメリットとしてはやはりね、プルヒッターが非常に邪魔だったなっていうところですね。あとはイベントテーブル的にもそんなに悪くないと思います。やる気効果アップ 100%、 得意練習率アップ 10% とかもね、今の脳筋にも合ってるし悪くないかなと思います。はい、次ムシカ。もうムシカに関してはもう金徳鉄人っていうのがもう一番ですね。はい、ただムシカ非常にいいのが SR とかだと怪我回避ができるんですよ。怪我した時になんかイベントが起こって怪我しなかったことになるのかな。で、イベントがさらにプラスになるんだよね。はい。なんか体力回復とかあったっけっていうところで、そのイベントは非常にいいなと思います。ただ、金徳鉄人はね、今のアプリだとちょっと辛いですよね。はい。で、有村はもう同じくですね。ムシカと同じ理由です。で、イベントとかも特にそんなに強いわけではないので、まあ、ただ僕はプラス4になってるんでね、頑張ってプラス5を目指そうかなと思います。はい。で、大金持ち太郎。大金持ち太郎はね、初級のコツ持っていたり、まあ左キラーそうだね。なかなかこの人気がないのが、金徳が左キラーなんですけど、対左を持っていないっていうところですかね。で、ビクターが登場するまで、なかなか対左のコツを持ってる人もいなかったし、まあビクター自身がね、左キラーで金徳が被るっていうところも含め人気がないのかなと思います。まあなので、例えば水鳥。そうだ。同じ守備キャラの水鳥と組んであげて、まあキャッチャー作るとか、いうのには使えるかなと思います。はい。
投手でも左キラーなんだね。はい。一応ね、パワーコーの期間限定ルートで使った時も一回悪くはなかったんですけどね。で、浜崎は、結構ね、僕も結構昔はバカにしてたんですけど、一回なんかで使ってみたら悪くなかったんですよね。不屈の魂っていう、それこそ査定効率のいい、そして精神って結構余る時あるじゃないですか、投手で。なんでそこが確定で取れるっていうのは本当悪くないなと思いました。まあイベント途中の経験点も悪くないなっていう印象ありますし、まあただ、まあデメリット言っておくと、なんかね、いわゆる共通イベント R から PSR まで起こる共通イベントの回数が多くて、普通にイベント圧迫だなって思いましたね。はい。ただタックのパーセンテージ 90% でやる気効果アップも 75% あるので、タックの経験点は悪くないなっていう印象でした。はい。というわけで、本当に今言った通り、意外と下位 5キャラクター、まあ有村は本当最下位になる理由あるなって思うんですけど、意外と使えるキャラクターとかいるので、結構 2,30 個あればSR 手に入るかなっていう感じなんで、まあ、SR どうしても欲しいっていう方はやってもいいかもしれませんね。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。